自分の無知に気づけば気づくほど学びたくなる。この言葉はアインシュタインが残したものです。あなたは大人になってからもっと勉強しないといけないなぁと思ったことはありますか？どうしてだろう、なんでだろうと疑問に思うことは世の中にはたくさんあるはずです。疑問に思ったらすぐに調べることをひたすら継続し、知識欲が溢れ出て脳が活性化していくと考えること自体が楽しくなり、哲学大好き思考人間に生まれ変わります。常日頃自分の頭の中に様々なデータを蓄積させていき、分析して独自の仮説を立てる。それだけで楽しすぎて夜も脳がフル回転で不眠症気味になることも。ある程度幅広い知識を得て世の中の仕組みがクリアに見えてきたとき、こう気づきました。少数派に真実ありだと。このチャンネルにたどり着いた人の中には同じ認識の人がそこそこいるのではと思っています。もしあなたが少数派の部類だったら、身近に良き理解者がいるという可能性はかなり低いことでしょう。おそらく孤独です。でも安心してください。その考えに確信を持っても大丈夫です。なぜなら歴史上の偉人たちが少数派に真実ありと同様の言葉を残してらっしゃいます。ということで今回は少数派を勇気づける歴史上の偉人が残した言葉を7つ読み上げたいと思います。インド独立の父、政治指導者、マハトマ・ガンジー。たとえあなたが少数派であろうとも、真実は真実なのです。第41代アメリカ合衆国国務長官、ウィリアム・ブライアン。たとえ少数派であったとしても、自身が正しいと思うのなら、立ち上がることを恐れてはいけない。日本人初ノーベル受賞者、物理学者の湯川秀樹。真実はいつも少数派。新しい真理の発見の時は常に少数派である。それが正しければ多数派になる。イギリスの児童文学作家、アラン・アレキサンダー・ミルン。三流の人間は多数派と同じことを考えているときに幸せを感じる。二流の人間は少数派と同じことを考えているときに幸せを感じる。一流の人間は考えているときに幸せを感じる。キング牧師、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア。そのために死ねる何かを見つけていない人間は生きるのにふさわしくない。ほとんどいつも創造的でひたむきな少数派が世界をより良いものにしてきた。日本の哲学者、中島義道。自分の信念を貫きながらいかなる傷も受けたくないという甘ったれた期待など抱いてはならない。信念はそれが少数派であればあるほど、社会の趨勢に逆行すればするほど全身傷だらけになる。だからこそ価値があるのです。次が最後です。1800年代デンマークの哲学者、セーレン・キルケゴール。真実はいつも少数派にある。少数派はいつも多数派に勝るのである。なぜなら少数派は真に自分の意見を持っているからだ。多数派は意見を持たない一団によって形成されており、その強さはまやかしである。
このチャンネルは睡眠導入系の寝落ち用ラジオコンテンツです。動画には余計な編集は一切しません。必死に早口で話したりしません。落ち着いて聞けるものを目指しております。ずっとディスプレイとにらめっこで目の休息が足りていないこのネット社会、目の休息中にも聞いてるだけで学べるよう情報を発信していきます。健康予防医学、ビジネス、人間心理、精神論、哲学といったテーマが中心で、受け売りの知識ではなく主観満載、我の強い個性的な内容になるかと思います。こうご期待ください。